星の衛星イオ。太陽系内において地球以外で初めて火山活動が確認された天体である。ここには地球連合政府と民間企業が共同で建設運営している地熱発電施設がある。ここに立ち寄ったのは何人かの新たな乗組員と合流するためであった。軍事拠点へ立ち寄ることが当分できそうにないことから、この星の発電施設を待ち合わせ場所にしたのだ。しかし地熱発電施設に到着する直前、グランゼーラの艦隊と鉢合わせになった。私は全艦に戦闘態勢に入るよう命じた。全艦作戦エリア。戦闘準備。提督、敵影を発見しました。
提督、敵に。
提督。
明徳。提督、このエリアを鎮圧しました。戦闘態勢を解除、警戒態勢に移行します。グランゼーラ軍の艦隊を撃退した。今回の戦闘ではグランゼーラの心臓艦を確認した。分析班からの報告によると、心臓艦は駆逐艦タイプのようだが、搭載能力を持ち、遠隔操作可能な空間バスターを装備しているという。そのことから類推すると、少なくとも造船技術は高いものを持っているようだ。戦闘後、新たな乗組員と合流を果たした。艦船の操縦が任せられる山本大佐とディアナ・ベラーの中尉である。ディアナ・ベラーの中尉は私に敬礼し、着任の挨拶を済ませると大人びた視線で私の値踏みをしているようだった。さて、次はいよいよ木星だ。攻略目標である要塞ゲイル・ロズに迫ることになる。ゲイル・ロズ攻略艦隊の本体はすでに木星の衛星軌道上の土星側に点在する。我々も敵軍に発見されないよう木星の大気の中を通過し、速やかに本体に合流する。そしてグランゼーラの地球攻略の足がかりである要塞ゲイルロズに突入するつもりだ。提督、どうなさいの？報告があります。